そうだね。まあ、そうだな。それでも、忍にだけはどうしても償いがしたかったんだ。だから僕は有罪になって、忍を。忍だってもう悲しまないさ。僕のことなんて嫌いだろうから。いやいや、嫌いじゃないんだよ、だから。素朴な疑問だけど、だったらなぜ君は森泉さんに不利な証言を。あれは、昨日お前たちが真実を話せと言ったんじゃないか。あ、だから？だから僕は本当のことを言えば、忍が助かると思って。あ、なんかあなた頭良さそうに見えて。あ、あれは挑発なんかじゃなかったってわけ。あれ本心だったってこと？どうやら俺たち彼を誤解してたみたいだね。いろいろな意味で。なんか天才っぽい感じだからさ、すべてこうなんか、裏があるような感じで見ちゃうんだけど。そっか、ああ、結構素直な人だったんですね。昨日の留置場で忍は泣きながら悩みを打ち明けた。三人は本当はまだまだ固い友情で結ばれているはず。何か、それを証明できるものがあれば。ふん、それに僕らには友情の証だってあるからな。そうだね。多分レイ君が首につけてた、あれが、あとじゃない、友情の証が。でも、友情の証って一体どこにつけてるんだろう。売り物じゃない。手作りか。あ、みんな首につけてんのかな？手作りで、世界に一つの品だ。少なくともレイ君は、友情の証をつけてたってことか。多分、いや、間違いない。あの首輪こそ。レイ君。レイ君が首につけてるの、友情の証だよね。まあ、少なくともこれ聞いてさ、この話を聞いて、心に来ないね、友達なんかいないよ、多分。こんなん聞いたら森住さんもさ、友情の証、何ですかな、それは。法廷では、証拠が全て。その原則になぞらえて、法律家を目指す3人が用意した、いわば友情を示す証拠品です。ほうこれはなかなかシャレの効いたことを。友情に迷った時に思い出す、そういう約束があるんだよね。だから追い詰められた時、レイ君は首元に手をやる。それはレイ君の中に2人への友情が残っている証拠だよ。僕がどうあろうと、あの2人は。いやー、うん、二人だって同じ。友情の証、どこにつけてるかだってわかるよ。え、どこにつけてんだろう。これまでのレイ君の発言を考えればきっと推測できる。二人が友情の証をつけてる場所は、ピンチのと、あー、だからそうだね。なんか困った時にそこに触って、思い出してみればわかることだよ。いい？そうだね。ちしおちゃんは腕を押さえ、しのぶは手首を押さえていた。私はしのぶのことをよく知っている。しのぶはそんなことで友達を嫌いになったりしない。レイ君がしのぶの罪をかぶったりしたら、あの子は絶対に悲しむよ。それは間違いないな。ううえ。うわぁ。チシオ、お前が三人のために作ってくれた、あの友情のアクセサリー。お前たちが忘れても、僕は大切に。不器用だな。お。とっくに失ったと思っていたのに。
僕は誰も殺していない。替え玉なんて嘘だ。死体も動かしていない。見てもいない。さらにこれだって。六方天書を速読しているように見えるだろうが全然読めていないんだ。なんと、そうだったのですか。レイ君。木月弁護士、お前を信じていいんだな。私が忍を助けるよ。必ず、だから、信じて。そうだね。なんかちょっと見えた気がしますよね。真犯人が。自白は撤回するということでよろしいですかな？はい。へ、骨折り損のくたびれ儲け。とんだ遠回りだったな。やっと答えが出たぜ。模擬裁判中、アリバイがないのは被告人ただ一人。そう思うでしょう。でも、さっき静谷さんが言った証言で気になるのがありましたよね。それがおめえさんの望む真実ってやつだよ。今更ですけど、証言アップデートしておきますね。絶対こっから開けるものがあるはず。え？これって。さあ、抵抗もここまでだ。判決の時間だぜ。待ってください。なんだと？この後に及んで、ちょっと一人話を聞きたい人がいるんですよ。被告人以外にアリバイのない人、それがいれば、審理は続行ですよね。まあ、そうなりますが、ここまで散々探してきたのに、今更。見つけてくれたんですよ。一見遠回りに思えた、レイ君の証言がね、ノイズはない。今のレイ君は真実を言っている。模擬裁判中、レイ君の向かいの2階席は本当に無人だった。2階席にいるはずの人が、実際にはいなかったんだ。ノイズはない。これは本当のこと言ってるわ。忍以外に、模擬裁判中のアリバイがない唯一の人物は、まさかの、先生。あなただったんですか。二階席は空だった。嘘じゃない。そうですよね、証人。そうだよ。何度も言ってるだろう。つまり、一路先生は、いるべき時間、いるべき場所にいなかったんです。話聞いてみようよ、じゃあ。演説は、大教室にいた誰もが聞いてやがるんだぜ。もちろんそこに、異論はありません。空席から行われた演説。演説は録音で行われていた。まあ、こう考えれば、では演説が録音だったとしたらどうでしょうか。大教室に演説を響かせつつ、2階席を開けられる唯一の方法です。まあ、結構強引っちゃ強引だけどな、録音でどうにかなるもんか。くっ、今度はよりによって一路先生を疑おうというのか。まあでも疑わしい人物がね、出てきたっていうことで、疑うのは当たり前でしょ、これは。一郎先生はな、僕に証拠品のテープレコーダー、なるほど、なるほど。あのテープレコーダーは、これを警察に提出し、手柄にしなさいと言ってくれたんだぞ。なるほど。あなたは、意外に素直な人だったんですね。ちょっと待って。証人、あの捏造テープは一郎先生から受け取ったんですか？捏造ですと、それは禁止になりませんな。確かにテープは受け取ったが、捏造ってのは何のことだよ。あ、みんな知りませんでした。あのテープ捏造されたものなんですよ。この展開予想していなかった。でもいい感じですね。これはやっぱり一郎先生が怪しい感じだ。このテープに取られた殺してやるの声は、映像記録の被告人のセリフをコピーしたものだったんです。これは、極めて重大な証拠ではありませんか。すごいいいタイミングのいい出し方だったね、今のね。捏造テープは一郎先生がレイ君に手渡した。これが本当なら、ガゼン先生が怪しくなってくる。裁判長、弁護側は一郎先生の召喚を求めます。いや、妥当だろう。
へえ、2階の空席なんざ小児の見落としに決まってら。元外科医の囚人も言ってたぜ、重大な症状をよく見落とすってな。それはダメだよ、それはそれはダメだよ。私たちはこの見落としを見落とすわけにはいきません。プロなんでね。もし演説が録音だったら被告人を疑う大きな前提が崩れるんですよ。一郎先生に確認すれば証人が見た空席が見落としかどうか分かるはずです。これで全て決着がつくはずです。どっちにしたってこれを確かめずに判決を出すなんて絶対に考えられません。お二人とも静粛に私の考えを述べましょう。外科医が症状を見落とすのも問題ですが、証人の見落としも見逃すわけにはいきませんよね。そうですよね。したがって一郎先生が審査員席にいなかったのかどうか本人に確認してみる必要があるかと思われます。そうですね、同感ですね。一郎先生は今日も傍聴席にいらっしゃいますよね。一郎先生ち勝手にしな。これで状況は変わるはずだ。来たな。記録のため名前と職業をお伺いしてもよろしいですかな。一郎俊二と申します。私立テミス法律学園にて弁護士クラスを受け持っております。なるほどね。裁判への協力は歓迎ですが、私はもしや疑われているのですか。疑われてますよ。まあ、あなたね、最初から怪しいと思ってたんだよ、正直。動く石像みたいにさ、なんかさ、なんかちょっと怪しい顔もしてたし、いえ、決してそういうわけでは。今から、映像記録を使って、先生の演説をもう一度確認したいと思っても、それだけなんですよ。ただただ、立ち会いをお願いできますか。もうこれではっきりするでしょう。そういうことならわかりました。よろしく頼みますよ、木月弁護士。この演説の中から何としてでも録音の証拠を見つけないと。準備はできていますぞ。では早速映像を見てみましょう。こんにちは生徒諸君、よくお集まりいただきました。我が校を代表する催し物、学園祭の目玉模擬裁判。先生も学園の生徒だった頃は非常に憧れたものです。忘れてた。先生の演説が死ぬほど長くて退屈なことは。そうだ、そんな話してたな。うげえ。終わったら声かけてくんな。寝ちゃダメですよ。このように若き日の経験は大人になってからも。こらそこ、寝てただろ。ちゃんと聞きなさい。あ、そういうことも言ってたんだ。へ、ひゃい。起きてます。起きてましたよね、裁判長。ふむ。私も起きておりますぞ。先読みしてたんだな。寝てる。あいつです、先生。さて、今日も裁判長席で、純白の、あ？純白の女神像が見つけましたね、これね。あれは確実に純白ではないだろう。しっかり傍聴して今後に役立ててください。それでは開廷です。意義あり。意義ありです、早くも。以上です。我ながらなかなかの名演説ですな。生徒の中にも目に涙を浮かべている者がいましたよ。眠くてね。あくびだね、間違いなく。なあ、月の字よ。これだけの犬も食わねえ長話を聞かせて、まあ、あなた寝てたから分かんなかったでしょうけど、おかしいとこありましたよ、一個。何もなかった。じゃあ、済まされねえぜ。ひぃ、ひゃい、ずっと寝てたくせに。弁護人、今の演説に何か問題があるのですか？最後の部分、もう一度お願いします。純白の女神像が諸君を見守っていますと言っていますが、これだ。ついに見つけた。話してもらいましょうか。あなたの演説が、どうして映像記録のこの場所と矛盾しているのかを。これ。
純白の女神像が見守っている。先生はそうおっしゃいましたが、しかし映像の女神像はどう考えても純白どころかド派手な黄金色に輝いているじゃないですか。これはどういうことですか。しかしなぜこのような矛盾が。あなた目が悪いんでしょうか。この彫像確かにもともとは純白だったんです。おお。でも模擬裁判の準備中に割れてしまった。つまりこれは代用品。なるほど。ほう、このような、そのようなことか。そして皮肉にもこの金の女神像は元のものより目立ちます。実際に見ていたならこんな間違いは起こり得ない。まあでもついうっかりぐらいの感覚でも許されるかもしれないな。ちょっと原稿を見ながら喋ってたから気づかなかったんですみたいなことを言えば混乱させてしまいましたな。私もちょっとした見間違いで、ちょっとした見間違いという感じでいきますか。女神像は大教室のど真ん中です。見間違いなんてありえません。しかし私は2階席にいたのですよ。さらに像は数日前までは白かった。これだけを根拠に録音と言い切るのは難しそうですな。だから当に結論は出てんだよ。大教室を出たのは被告人だけだ。待ってください。これで話を終わるわけにはいかない。何かあるはず。演説が録音なら、え、それを証明する手立てが。映像記録によればここで演説が始まってここで終わってる。はいはいはい。演説が10分以上もあるから見返すだけでも大変だけど、10分以上ね。どれで長いと思ったって。驚き先輩、その時間どこで分かったんですか。それは右上にタイムカウンターがあるからね。演説が終わった時刻から始まった時刻を引き算すれば演説の時間は分かるだろう。10分から20分35秒まで何か引っかかる。え、証拠品のどっかの隅で何か見たような見ていないような。台本か。いやー、え、なんだ？あれ？これか。10分35秒ってある。ひょっとしてこのテープレコーダーってこのなんていうかな、一郎先生の演説中のやつをこう改造して、ほう、これは例のテープの声が被告人のものであることを証明する鑑定結果です。しかし、その声は熱を立てたと聞いたばかりなんですけども、まあ、そこじゃなくて今回は、なんか10分35秒ぐらい雑音があるらしいんですよね。いや、問題にしたいのは、一緒に入っていた雑音の方なんです。雑音だと。はい。何らかの録音が消去された後と考えられ、あ、消去したのか。え、そんなもんから一体何がわかるってんだ。つまりこれを使ってたんですよ、一郎先生は多分。大事なのは雑音の長さです。全部で10分35秒。一方、こっちは一郎先生が演説を開始した瞬間、タイムカウンターの数字は、はい、10分ちょうどですな。で、飛ばして、10分35秒。はい、ストップ。カウンターの数字は20分35秒。こっから、将棋の演説にかかった、時間が分かりますよね。差し引き10分35秒ですな。10分35秒。ということはですよ。ということは、一緒なんですよ、テープレコーダーと。
テープの雑音と全く同じ。皆さん、もうお分かりですね。この雑音の部分に入っていたのは、一郎先生の演説だったんです。と考えれば納得できるでしょ。たまたま数字があっただけでよくもまあ自信満々に。果たして本当に数字だけなんでしょうか。テープは徹底的に調査中だよ。重ね取りの形跡も、あ、言ってたね、そういえばそんなこと。消された音声の復元にはもう少し時間がかかりそうだけど、あとはガリュウさん次第だ。ガリュウさんが見つけてくれれば、雑音については今まさに分析が行われているところです。下に何が録音されていたかはすぐに明らかになる。これが明らかになりさえすれば、状況は変わりますよ。これで確信が持てた。先生は録音でアリバイを作り、忍に罪をなすりつけようとしたんだ。絶対に許せない。あの野郎。一郎先生。なんかちょっと、見かけだけが怖い。あ、中身はね、いい人だという気持ちも若干あったんですけどね。私のやり方はご存知でしょう？たとえ森泉が犯人であろうと約束した以上は徹底して守る。その一心で弁護を申し出もした。なのにこの仕打ちとは。あなた怖いわ、下向いてると。私は証拠と証言から導かれる、当然の推論を述べているだけです。何か言いたいことがあるんですか？本当なら、証言する気はなかった。森泉を守るために黙っていたのに、あなたも何か見たんですか？私に疑いをかけるつもりなら、話すしかないですね。本当のことを。なるほど、嘘をつくんですね。バンバン来なさい。かかってきなさい。何ですって。なぜ私が模擬裁判の演説を録音で行わなければならなかった？お、認めるんですか？認めるんですね。それを証言させてもらいましょう。一郎先生の大証言。実は、被告人に極秘で重大な話があると相談を受けていまして、録音でアリバイを作り、模擬裁判中音響室に来いと頼まれていたのです。森泉は自分の殺人を告白し、無実を保証して弁護をしろと要求してきた。はぁ、よくもまあそんな嘘をつけるもんだな。録音の演説でアリバイがなくなった。お前も共犯になるぞと言われました。それでも私は森泉を守ろうとした。教師、いや、人としての善意からです。ゆすられてたってこと？なんと被告人に脅迫されていたというのですか？でっち上げのはず。なのにものすごく数字が通ってないか。状況的に考えて、この際です。嘘偽りのない本心を申し上げておきましょう。最初から用意してたんですね。これを言うために。手段を選ぶなという私の考え、私の教えを森泉は本当によく貫きました。どういう意味ですか？脅迫？森泉は弁護を依頼する際、3人が無罪になるようにと条件をつけた。3人というのは証人の、ええ、地図やれ、熱い父親の2人を加えた3人です。3人で夢を叶える、それが森泉の目指す結果だった。そしてそのためには、死を脅迫することも厭わない。ええ、決して褒められたことじゃねえがな。だからこそ私は脅迫されながらも本気で森泉を守ろうと誓ったのです。なるほど、手段を選ばないのはどう考えてもあなただろう。自分がね、疑われないように森泉を犠牲にするなんて。かつては勝利を縁と欲すれば、真実を追うだけでよかった。だがそんな時代は終わりを告げた。正義を秩序、良心を守るために、もはや手段を選んでいる余地はない。気に入らない。ならば私は涙を飲んで教えましょう。勝利のために真実を捨てよ。法則に必要ならその覚悟だと。もうあなたが法の暗黒時代の原因と言ってもいいよね、本当に。もうさ、これからの未来のためにあなたは絶対もう、ねじ伏せて置いた方がいい気がするもん。気に入らない。そのうじうじした陰気な発想を。どうして暗黒時代そのものと戦おうとしないのよ。どうした月の字を黙りこくっちまって。
メラメラと怒りを溜めているんですよ。ここは法廷です。地に足のつかない心情を長ったらしく語る場ではありません。拳の代わりに証拠で語ってやりますよ。冷静になれましたね。木月さん、あまり図に乗るものではありませんよ。私の教育方針までもこの場で覆せるような言い方、訂正してもらわねばなりませんね。いや、訂正しましょう。もし私が負けたらの話ですけどね。実は被告人に極秘で重大な話があると相談を受けていた。へえ、その相談を忍が一郎先生にするとは思いませんね。そうだね、道場先生ならまだしも。なるほど、一理ありますね。道場先生がご存命であれば森泉もそちらに相談したことでしょうが、つまり相談というのは道場先生が亡くなった後で。順を追ってお話ししましょう。あの日私は録音でアリバイを作り、模擬裁判中音響室に来いと頼まれていたのです。アリバイ工作が忍の指示だったって言うんですか。驚くのも無理はありません。私もあの時はびっくりしました。つまり森泉にはそこまでして守りたい秘密があったのです。冗談じゃない、こんなの嘘に決まってる。問題はどうやってその嘘を暴くかだけど。まだなんかボロ出さないよな。優秀な生徒に、生徒のたっての頼み、断ることなどできましょうか。森泉は自分の殺人を告白し、無実を保証して弁護をしろと要求。もう、至れり尽くせりだよね。それが脅迫の内容というわけですか。ええ、そしてその通りのことを今はあなたが立派に行っている。木月弁護士、あなたは森泉に利用されているのですよ。裁判長もどうか彼女の弱々しい振る舞いにごまかされぬよう。それでも教師ですか。森泉は頭がいい、とてもしたたかだ。そして何より私の教えの強力な信仰者なのです。ああ、そういうこと言うか。裁判長、証人の発言は被告人の印象を理由なく貶めるものです。ふむ、異議を認めます。いいでしょう、森泉の脅迫は動かざる事実なのですから。録音の演説であればなくなってお前も共犯になるぞと言われました。なぜ脅迫を見過ごしたのですか。教師としてあるまじき行いです。ふむ、この点については私も反省せねばならないかもしれません。私はかすかに期待していた。森泉が実際に殺人を犯し、本気で私を脅しているのではないかとね。え？何？どういうことですか？私の教えを体現する生徒、それは私がかねて待ちわびていたものです。証人、ご自分の発言の意味を。そうだ、笑ってすごいこと言ってるよ、今。裁判長こそ私の言葉の真意をご理解いただいておりますか？私は自分の教育を貫いているだけ、その方針を時代の真実を捉えている。はあ、何かやるためには手段を選ばないということを実際に行ってほしいってこと。この人の考えは歪んでる。でも話自体に矛盾はない。そうでしょうか。え？先生の言い分、論理に矛盾がないからこそ、別に取った行動とのギャップが浮かび上がってくる気がする。暗い時代ですが、私も言いたいことはいろいろある。それでも私は森泉を守ろう。あ、そうだって思い出した。録音の演説であれはなくなって、お前も共犯になるぞと言われ、ちょっと待って。そういえばさ、あの録音のテープ、これ、一郎先生がさ、一郎先生がこれ渡したんだよね。しかも、忍さんの声は捏造なんだよね。ってなると、
どうなんだろうな。となると、森泉を守ろうとしたっていうところはちょっと腑に落ちないよね。だってこれだって、このテープ渡しちゃってんだもん。忍を守ろうとしたのがあなたの本心ですって。なんて醜い嘘をつく人なの。めっちゃ怒ってるね。モニターがばっかりしたね。裁判長、私の名誉が本当に毀損されているようですが。そうですな。弁護人、発言の趣旨を明確に。わかってます。これをご覧ください。もう一切笑わなくなったな、ココネさんが。このテープはあなたがレイ君に手渡した。警察に提出すれば自分の手柄にできるぞと囁いてね。囁いても何も、単なる事実です。あ、事実と言ったな。親切のつもりだったのですが。守る気ないじゃん。テープの声は被告人のものだった。つまり致命的に不利な証拠です。どうなんですか。被告人に罪を着せる、意図なしにはそもそも存在しないものなのです。手段を選ばずの教えが必要悪。涙を飲んでそう教える。全ては保身のための建前にすぎません。これではまるであなた自身が法の暗黒そのものではありませんか。ああ、本当にそうだな。あなたこそが暗黒だよ。生徒を暗黒に染めないでくれ。